お疲れ様です。今日はこちら枯渇三銃士やっていきます。さあ久々にエリポン三種やっていくんですが、今日はねこのガゴムレ入りの三種やっていこうかなと思います。なんか少し前に紹介した三銃士だとあんま覚えてないけど、まあ、ゴーストユーノとかなんかそっち系の陸で攻めまくるみたいな、三種だった気がするので、まあ今日はねこのガゴムレっすね。はい、まあ、最近マジで見ないな。使われてるデッキあんのかな。いやほんと見なさすぎて、そう見なさすぎてちょっとかわいそう。かつまあガゴムレ自体俺好きなんでね。はい、まあなんかもう柳雨引いたり、まあデリバリーとか、まあマザーネクロとか、まあ言ったら進化ザップとか、まあ何でももう引くだけきついガーゴイルの胸は。まあ5コスなのにアドを取られやすいっていうので、まあ安定しない。進化テスラにも弱いか。弱点探すの簡単すぎるカードではあるんですけど、まあ決まるとねものすごい強いっていうイメージはあります。はい、まあなかなか決まらないのでそんな使われないんでしょうけど、まあ今回の相手のスケラとかにはどうだろうね。アイスイーストベビドラが厄介だけど、ポイズン使った後なら無双できそう。まあ出すタイミング出す位置とかでだいぶね活躍度が変わるかなと思っています。ここだけでも美味しいね、勝てそうじゃね。でまあベビドラの位置か、アイスイーストの位置かな。ポーポイ貼るしかねえ、書いて終わったね。なんかまあ勝手に相手が攻めすぎてくれてラッキー勝利なんてものもありそうね。いいね。エリポンも残ってるしっていう、俺がブラスターだからってね、スケラ刺さる野郎で攻めてきたなみたいなね。瞬間的な活躍マジで強いかな、ガゴムレ。嘘だろっつってブラフ。作戦失敗じゃない。俺行っちゃってね。あれ縦線当てた方がいいかな、食われるかな。あーいいね。あれ。いやこれここのガゴムレ追加めっちゃ強そう。終わってくんねえかな。あれ、まあまずい気もするが耐えてくんねえかな。俺のポーツ寝てんの。おい、いやまあ三種もね最近8コストにしていいんじゃないかみたいな。強化していいんじゃないかとは言われてはいる。なんかさすがにな弱いよ。輝く時もあるけどっていう。まあでも8コスにしたらだいぶ強いんだろうなっていうのも見えてはいる。どうだろうね。進化時だけ7コスで出せるとか2回に1回で、まあそういうのもありか。2回に1回7コスめっちゃいいけどな。それでも強いかは不明。ちょっと強そうだよ、ね、いやーまあこれでコウモリ溶けてくれたら幸せだな。溶けねえかな、やばい。嘘や、これあれっすね、矢の雨の環境の迫撃だと思うんで、まあ、柳雨打つまでガゴムレは我慢しようよっていう。まあ許容して、許容痛すぎる。笑えねえぐらいのダメージが入っているが、何かを得るためには何かを捨てなければなりません。タワーを捨てます。絶対に拾ってやる。来るぞディガーが。え？てか待って、ガゴムレ刺さるんですよ今。もうガゴムレからのディガーか、まあ工場からのガゴムレ行けたら理想だな。いやめっちゃいいなそれ。間に合わねえかな。いや行っちゃっていい。まあまあ見よ。いやこれガゴムレ間に合わない。やな、無駄、間に合った、最悪よ。え終わった、
話は違う。俺のテウダハークが刺さってねえの刺さってなさすぎる。うわ、持ってねえけどマザニクもおるやん。ちょっとやだな。いや、まあ進化ザップを貯めまして、うわー、いい防衛されちったな。リガー来ねえかな。まあこの瞬間火力でみたいな。え、きつすぎん？耐えてはいる。あるな。ありすぎる。わあ、マジでよく勝ったわ。いや、もうブラスターとかがもうなんか強い強いけど、ブラスターのおかげで縦戦が頑張ったか。わあ、マジ負けたと思ってたわ諦めないこと大事。エリポン置いてますんでね、私は。絶対序盤は不利なんですけど、後半巻き返せるんでね、ある程度は。いやー、これ止まんのかなっていう。やなめボイドザップとかで30しとけちゃうのとさ、笑えないんだよな。いや、まあ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 。からの、まあ進化工場ぐらい回しとくか。正直この工場は左でも右でもどっちだってもいいが、まあなんとなく右マジでどっちでもいい。え、待って、おつ、え、これ落ちるん、タワー。古城ババ強ない？最近ちょっと評価上がってない？え、ラッキーすぎんマジか。いや、でもこれ守れるかな。守りを諦めるプランもあるんですけど、いやー、一応全力防衛もやってみる。一応ね、どんぐらい止まんのかっていうのをね、今後のために知っとかないといけない。アホだな守った意味やっば。いや、これ、しかもヤレイジザップとかじゃない？どうせガゴムレよ。居場所ナッシングよ。いや、これやば。ゴリラ攻めやん、あんた。あだ名ゴリラやん。いや、まあでもここにボンバーとかが普通は来る。ふぅ、怖いよこれ。もう一回リポン置いたら終わるかな俺男は度胸。いや、これ進化ボンガル。マジでこれいつまでリポン受けんや。ちょ、マジでやばすぎるけど、今囲まれないです。やばい、早く出したい。でもゴブジャイの背中で行かれるかな。いや、でもこそ縦がちょっと多いのがいい。あい、これ縦線
ちょマジでいつまでリポンキャインや俺は。マジでまずい。じゃあリポンキしかすることがねえんだよな。いやだこっからじゃない結局。全部誘導もできるけど真正面で受けたって。いや熱い。え待ってこれ熱い。絶対止まらんやん。止まる止まんないで。もしかして右？全然そんなそっち狙ってないんだろ。緊急ね。固めちまえばもう無理やろって。熱い絶対連盟しろこいつらを。いや波使ったね。いやもう最強の流れ来てます。熱い。全部が残ってるからの進化交渉。おいキング落としていきます。エリポン置いてよかったマジで怖すぎるけどな置いた瞬間に攻められたらな絶望ではあるんですけど、普通に攻めても普通に守られてカウンター GG になっちゃうんでね。こんぐらいエリポン置いてみたいな。ガゴムレヤナムで行かれるけど、ヤナムで溶かされるまでのまあ 0.5 秒から1秒ぐらいの瞬間火力でっていうね。え相手そう普通のタワーなんだけど珍しい。一体リポン来たいな。ってことはなんかちょっと違うな。ナイトもいたしな。スキラかなもしかして。迫撃スキラ的ななんかオシャンティーデッキな顔。え？どっちのピースこれ？何これ？キングも含めて来ることある？独特すぎん？いやこれスキラだったら相手 GG よ。しかもアイスイズよ。スキラやん。ナメプ？君ブラスターね。はいはい俺の迫撃スキラなら簡単だよっていう。え結構マジでナメプじゃね？ミスったんかな。まあ、ミスったんでしょうね普通は。ダイスイズの範囲優秀すぎる。普通はミスったって考えるでしょうけど、ナメプの匂いもまあしなくはない。本気でここで延命してやる。うちのナイトで女の子に。アイスイズの範囲優秀すぎん。マジ今のやばくね。アイスイズの後ろとかにマスキーいなかった。あでもこれ止まんねえやん。ガイーン。いや気持ちよ。なんならゴコスガゴムレまであるけど、まあ一回落ち着いてもいっか。俺結局ブラスターなんでね、スケラ無視できないっていう。いやだ待って思ったより、あれなんかガゴムレが頑張ってんのかな。なんかヘコヘコしてた。いやーまあスケラにはね昔からそんなに相性が悪くはないんで、30し立ち回りさえ知ってれば楽しいっす。タゲアイゴレに行ってほしいな。めっちゃいいやん。はいこんにちは。本命はまあ左みたいだね。全然右あ、忘れないわ。おい行く振りだけね。さあナイス。相手の謎ポイズンラッキーすぎたないや俺まだワンチャンナメプだと思ってますよ。ミスじゃない。ガゴ群れもねポイズン相手とかだったら結構いい味出します。エリポンと三重子とガゴ群れね、どこかにファイボやポイズンを使うとまあ他がねどっかが生きてくるよと。スケーレスピまあコカツやロイジャイや
なんだろうね、一応何でも可能性はあるか。キャッチャーリポン行きたいんだよな俺は。文句？文句やばいか、もしかして。ガゴムレもね、なんか帰ってくるんですよこれ。なんか投げてるっぽくて、で三重種も当たり前に帰ってくるから文句の対応が少ないね俺は。これ先に三重種出して三種になんか呪文使わせてもいいかもね。呪文ねえのかな、ワンチャン。ムート強っ。いやまあこれツケしかいないんで延命したいな。遅れてツケかな。ムート壊せ。あー、ヘナチョコザップ。わあ、めっちゃいいツケやそれは。さあ、なんかわかんねえな、なんこれなんか強そう。高回転モンクムートフェニー、いかれんな。やなめあるんすかね。まあフェニーで終わっちゃうか。ザップ。これはまた大変な。スケーレスピエ。ザップ。エリポン絶対残るやん。お願いします。よし。いや文句嘘やんこれ。いやでもセンスで戦うしかないか。ふん。終わってんな攻めの形。フフフ、え待って、やばい、その全てがやばい。嘘やん、全部返ってくるもんな。なんかみかんさん、え、これみかん坊やラムじゃん。あれ、みかんさんこんなの考えてなかったっけ。みかんさんが俺にムート、え、これみかん坊やラムっすよ。みかんさんがこんなの、いやなんかちょっと違えのかな。いや、ほぼ丸々同じだな。なんか世界流行ってるやん。いや、まあ文句な。しょっぱいっすね。ガゴムレとこれとかだとね。マジ泣きそうだったな、今の。強すぎる。メタすぎるよな。メタの能力持ってるやつらが増えすぎちゃったな。おー、いいね。平和な。平和そうな。なんだろう、アーチャー縦線も、まあ、迫撃砲ぐらいしか。ザップ、え、ジャイスケラかな。まあジャイスケラだともう確定させての片目三重視チュチュチュンいきます。ファイアブ来たらもうグッドゲームです。さよなら。いや絶対やなめザップでさえこんなん。強すぎだろ。三重視ってさ、やなめザップに突破されんの意味わからんやん。いやこれね、攻めた方がいいっす。ちなみに相手も勝ったと思っちゃったんで、ここでお願いします。
お願いします。もう一回行こうかな。でも進化値はあるかな。まずいまずすぎる。なんで30してこんな弱いんだろう。かわいそうじゃねえか。本当に？なんで30ってこんな弱いんだろう。考えてなかっただろうな。あんなんも脳筋ぶっぱが止まんねえよ。取り前リポン来てえよ。コウモリスケキン、展開しちゃってもいいな。チュチュチュン、やばい。エリゴリロケホお願いします。やい、いやーよくやった正直。いやーこれエリポン置くか、今ガゴムレとかで行った方が良かったかな、悩むとこではあったな。エリゴレボイドやなめ。いやーこれロケコン、いやこれガゴムレに対応するコストなくない。マジかよエリゴレダークネス基金で組まれてそんなコストあんのか。やばい、許して。スケキンの範囲で30ダメージだけ追わないでほしい。やば、あほあほ、え、さすがに共有できるよ。嘘嘘やん、マジでやばい、恥ずかしい。こんなにボコボコにされそうなのが恥ずかしい。ボイドうまいって、何ボイドうまいって。やばいこれ、今エリゴリ来たら守れないエリゴリ来たら守れなさすぎてやばい。手札行くしかないか。なんかエリゴルって地味に回転早いよね。やばい、まずい、こんなハテナマジでまずい。固めるしかないですか一旦ね。嘘やん、俺エリゴルおるって目の前にユニット。ロケこい、嘘やん、全部おらんやん。なめんなよ、おら、あるぞあるぞ、熱い、ちょっとやばい、マジであとちょっと。でも止まらんぞ、ゆれー一番腹立つスパン、スタンプ置くとこ。あぶね。マジ絶望だったな。エリーゴレ止まんねえのかよ。三重士三体を追ってギリ止まる。それでギリか。許してください。なんでやねん。このデッキエリクサーポンプ置けなきゃ弱いね。ロイホグかデリバリーあるな
絶望の俺の五骨三骨で回収です。これマジ泣けるよなこれマジで嘘って言ってほしいもんな。勝てんのか。しかもリトプリなんだ。これさ、工場ガゴムで行きたいジムいるんだよな。やべ。これチャンピオンサイクルのせいで間に合っちゃうかな。嘘。いや、リトプリー、まあ弱になってしんどいんですけどねこれマジアホすぎるな。どうする。まあワンチャン事故る。なくはないよな。デリバリーを絶対この三銃士2体に落としたいから。相手はいや、あのリトプリのサイクルだけ嫌だな。これが良かったりする。ガゴ群れがね。でももう一回回るんかな。来ねえか。いやー、ちょっと未来が見えてきたか。マジちょっとだな。終わる。やっぱもう一回ディガー削りでワンチャン頑張れねえかな。いや、相手も気づいてんな。さすがにさっきんだ、無理すぎじゃねえか。早く進化してください。三重しかガゴ群れガゴ群れの進化とか想像つかないかんな。わかんないな。でも進化してくれなきゃもう生きていけない、このデッキへっぽこすぎる。全てがきつい全てがメタみたいなとこある。環境の迫撃ね。いや、まあ序盤に大ダメージを受けないことが大事。いやー、これエリポン置く余裕ねえな。固めてもいいかもな。ここ絶対来るぞ、攻め迫。いや、痛いなぁ。コスパ悪っ。こんなコスパ悪い三重種は嫌だな。
やばい、運気が少なすぎる。やばい、簡単だなおい。まずい、終わる。三重師出す、エリポンも出す、マンでもなく終わる。絶対ソウルコールあるから打たないでやる。なんだこのデッキ。と見せかけて今からが本番。あるんじゃない？夢の。夢のね。やばい、滝が。いやーマジで無理だな。後ろムートがさ、不可能領域すぎん。ブラスター強すぎだろって思うじゃん。無理。無理って思うじゃん。無理。どういうこと？俺の三重子返せよって思うじゃん。無理。ふざけんな、強すぎんだろこのデッキ。はい、勝てません。居場所ないです、本当に。何に勝てるんやこれ。ってことでヘッポコガゴブレさんジューシーでした。ジューシー。